いつもサンピアン YouTube チャンネルご視聴いただきありがとうございます。今日は学校法人中部学園中部楽器技術専門学校さんにお邪魔しております。真ん中のお二人ご紹介しますね。丸山さんです。はい、丸山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田沢さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、こちらでですね、調律師の学校というか調律師になるために通うところですね、ここね、いわゆるね。総合的な他の学校ももちろんあります、まあ、ありますが、はい、ピアノチャンネルなので一応調律師に注目しますけれども、どういう環境で勉強されていらっしゃるのかっていうのをちょっとご紹介いただきたいなというところです。はい、では今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速どこから見ていきましょうか。6階建ての建物なんですけども、はい、特にそのピアノ調律家が1階と2階を使用してますので、まあ、順番の1階からちょっとどうでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらがピアノ調律家のグランドピアノの実習室になってます。すごい、はい、じゃあ、はい、行きましょう。わー、どうですか。圧巻ですよ、このグランド。そうですね、こちらの教室は今グランドピアノがこのオープンスペースに9台と、こちら各個室にそれぞれ1台ずつ入って、それが8台、計17台のグランドピアノが置いてあります。で、こちらではピアノの調律、音直しではなくて整調というんですけど、まあ、中身の調整をする、そういった練習をする場ですね。こちらの方は別になっていますので、こちらは調律をやるところになります。いや、綺麗なお部屋ですね。こういった一つずつエアコンもありまして、このお部屋っていうのは、はい、完全防音なんですか。いや、若干聞こえますね。まあ、もちろん防音に越したことはないんですけども、はい、このコンセプトの一つには、外で現場で調律するときっていうのは全くの無音の状態ってなかなかないので、やっぱりそのある程度音が聞こえる中でも、まあ、大事な音を聞くようにしましょうということでやってます。これぐらいの聞こえる感じが全部同じ。いや、これはまあ扉がこれなんで、あれですけど、隣に行くとコンクリートが入ってるんで、もうちょっと少ない感じじゃないですね。でもまあ無音ではなくちょっと鳴ってるかな。そうですね、はい。なんやねん。この440って、はい、どういう意味で書いてるの。現在のピアノがどのピッチでなってるかっていうのを分かるようにしておきます。だいたい 440Hz で調律することが、ね、一般的に多いですけど、学校ではそのピッチを変えたりしますので、436から442Hz の間でなりますので、これもすごい。裏表になってて、まあ、どのピッチに今なってますってことが分かるようにしてますね。すごい。そうですね、だから今ここにいる学生たちは、はい、まあ、本校2年生なんですけども、そのうちの2年生3月で卒業してしまう子たちなんですけど、この2月の期間は卒業前研修ということで、これまでのカリキュラムとは別に、まあ、就職先、は内定先から、要望があった内容をここで訓練したいと。また全員いるわけじゃなくて、すでにもう企業へ、まあ、研修に出かけてるっていう学生も、いますね。特に、まあ、今座学で学んでる子たちっていうのは、まあ、その企業から言われて自分に必要な、まあ、例えば商品知識であるとか、ビジネス知識であるとか、まあ、そういったものをこう勉強したい。また真ん中ら辺に見えますのは、今調律の方はご存知の技能検定というのがありまして、この学校でも2年間で3級は取得しましょうという目標をもとに、ちょうど訓練してくる学生たちはこの今度の日曜日に、その実技試験を控えてますので、その訓練をひたすらやってるということになってますね。来年度、はい、1人入社する小林店長に。小林が4人目です。4人目ですか。じゃあ頑張ってます。はい、ありがとうございます。なんか頑張ってって言葉が重い。そんなつもりはない。これはグランドピアノの1件の打弦機構のモデルなんですけども、
やはり最初いきなりこう実機で、やるよりは本当にこう横から見て構造がどうなってるかっていうのをこう勉強するために、まあ、部品名称を覚えたりとか、あと細かなその動きの確認とか、それを理解するためにこのアクションモデルっていう呼んでますけども、あのこの打弦機構のモデルを、使用してます。超弦っていったの弦を張る訓練、まあ、特に今はその小林くんですけど、小林くんもあの今度の日曜日にその検定試験を控えているので、その練習をしてます。あ、なるほどね。そうだよ。そっかそっか。まあ、三級の試験の項目の中にこの弦を張るっていうのがあって、それが本当の本物のピアノでやるわけだから、こういった超弦キットもいいんですけど、こういったもので、まあ、訓練、じゃないですか、試験をする。15分間で、1かけ1音で1音で3つの弦、ね、張ってあるように見えるんですけど、よく見ると、ここから巻かれてるものがここで U ターンしている。でもう一回折り返して次のピンに巻かれてるので、この2つのピンで1本の弦を使ってるんですね。でもう3本目はこれに1つでやってますので、今ここに3つのチューニングピンがありますけど、弦自体は2本使ってる。1かけっていうのはこのうちの U ターンしてる部分を1かけ。ああ、なるほど、はい、これを3級では、まあ、15分間で入ります。15分間で入ります、はい。すごい。いや、小林君は本当に普段から上手です。すごい期待されてますね。はい、きっとするでしょう。圧が。すごい。期待の申請。期待の申請。こういうのがあるのはやっぱり、ね、学校っぽいですよね。うん、そうですね。なかった。なかったです。いきなり。国家資格か。独自の。なんちゃら方針で。認めるための。そういう工具類っていうのは、はい、生徒さん自分のものなんですか？そうです、はい、入学の時に必ず必要な工具を全て購入して、あとはまあ使ってますね。それでも現場で必要な工具は全部あるわけじゃないので、だんだんまあ必要に応じて購入していくってことがあるんです。あの消耗品もありますし、なるほど、はい、学校で訓練する最低限のものは全部揃えてます。じゃあもう本当に卒業して最低限のものを持ってるので、そのまんまもう職場で、はい、行けるってことですね。それはいいですね。職場に来てね、何も持ってませんじゃ話になりませんもんね。そうですね。こちらが2階ですね。あのアップライトピアノの調律を訓練する部屋です。いや、ここはすごいぞ。いや、すごい。カラオケボックス確かに一人用の人から専門店すみません、今ちょっとあの1年生がちょうど授業中で、はい、調律の訓練をしている最中なので、ちょっとまあ開けたりということはできないんですけど、あの可能な限りご覧いただければと思います。今ここには34の個室があって、それぞれに1台ずつアップライトピアノが入っています。ここではあのヤマハと河合だけなんですけど、両方とも置いてます。あの本校はあの技能検定の実技試験の会場にもなっていますので、まあ、なるべくこう条件を揃え、あの同じような条件で、ある、まあ、もちろんこの学校の試験もそうなんですけど、あまりこうピアノによって大きく差がないようにメーカーはあまり多くのメーカーが使っておりません。はあ、こういったオープンスペースでは今これ2年生なんですけど、1台のピアノを修理を含んだクリーニングを経験しようということで、高校ではリビルドっていう名前で呼んでるんですけども、主にその修理工房に内定している学生たちがこの期間の、ここでそのクリーニングを学んでいます。こんにちは。ここちょっと空いてますんで、うん、あまり広くはないです。だいたい20畳ぐらいしかないんですけども、うん、まあ、こちらに1台アップライトピアノを置いて、でだいたい1日3時間ぐらいですね、ここで、訓練していく。3時間本当にピアノと人しか入れないスペースで一人カラオケですね。こんなのがこんな感じです。ピアノ1台入ってて、余計なスペースはないですよね。校舎がすごい綺麗。ありがとうございます。うん、本当に綺麗。そして4年目なんですけど。ああ、嬉しいですね。あ、江田さん。これがピン板ですね。これもあの
我々教員でピアノをカットして作ったんですか、はい、へえ。何でカットしたんですか。これはね、ちょっともう聞くも涙、語るも涙もう二度とやらんと思う金属部分はあのディスクグラインダーで、木部はもう丸電動の丸のことを電気で。わあ、壮大なストーリーが詰まってますね。壮大、まあ、構造の学習には役に立ってます。楽器博物館の欲しい。これしかもちゃんとゆっくり鍵盤落ちた。鍵盤部としっかりゆっくり落ちると思った。このサイズによくつけたなと、このサイズに。音差ですか、これ。あ、そうです。すごい、めっちゃある。音差も今調律師さんたちって多分あの現場で音差使うことほとんどないんですけど、どうしてもこう温度で、高くなっていくことがありますので。温めてくださいって言われましたけど、今日おにぎりにして温めましたけど。あ、いや、それぐらいすぐ変わるんですよ。だから、うん、それでもあの技能検定とかは、まあ、やっぱり音差でやらなきゃいけないことになってますし、うん、まあ、やっぱり調律師の一番最初の勉強っていうと、まあ、昔ながらの方法で教えようということで、まあ、音差を取り入れてやってますね。まあ、現場行ったらチューナー使う人もいますけど、これが、まあ、はい、調律家の実習室で、まあ、主に使っているところになりますね。あとは、まあ、上の方に買いに行きますと他の方が使ってますので、うん、こちらはどうしますか。行きたい、はい、じゃあせっかくだし、なんか案内したいですよね。そうですね。知っていただきたい視聴者の皆さんにお見せしてみましょうかね。ぜひぜひ。よろしいですか。馬場さんお願いします。はい、ピアノ調律家の生徒さんって1年生、2年生全部で何人ぐらい今いらっしゃるんですか。今1年生が26名在籍していて、で2年生が23名です。やばい、著作権的に大丈夫か。すいません。ここはあの舞台の実務を学んだり、あとは座学を、まあ、スクール形式で学ぶ、そういったホールになります。全生徒さんで何人ぐらいいらっしゃるんですか。大体250人ほど。サービス創造学科、音楽サービス創造学科の生徒さんが何だろう。楽器全般、具体的に言うと鍵盤楽器、管楽器、弦楽器、打楽器を学びます。それと舞台であったりとかビジネスですね。例えば業界のビジネスであったりとか、まあ、産業の成り立ちとかそういったことを総合的に学んで、将来見据えてこう選択をするっていう特徴のある学科でもあります。職業になった方がいいですか。そうですね、僕は5分野で、一つがメーカー、フルートのメーカーであったりとか、ギターのメーカーだったりとか、卸し、つまりあの商社ですね、まあ、検品であったりとか、買い付けだったりとか、あとは小売、まあ、楽器店、まあ、楽器店の総合楽器店から専門店、そちらで販売であったりとか、イベントだったり音楽教室の管理だったりとか、そういったことを行って、4つ目が工房です。管楽器の工房だったりとか、そういったところに入っていきます。最後が増えてきているのが音楽サービス業ですね。コンサートの企画とか、あとは舞台を作っている人材、まあ、あのコンサートホールの管理運営だったりとか、あとは舞台を作るので音響照明であったりとか、そういったことに従事していきます。はい、幅広いですね。本当幅広い。そうですね、楽器店さんの方とか業界も、まあ、スペシャリストを求めている傾向もあるんですけど、一方で総合的に見られる人材っていう需要が高いので、そのニーズに応えて、まあ、できた画家でもあります。この2年生はあのコンサート制作とかもやってまして、実際自分たちで企画してアーティストを呼んだりとか、舞台を管理して作って、お客さんを集めて演舞披露したりとか、そういうこともやってます。ですのでそういった学びを今していたりとか、あとは、まあ、外部の方に来ていただいて
まあ、音楽の産業論というのをやっているので、それぞれの分野の方にお話を聞いたりとかしながら、音楽全体を客観的に見ていきながら、そこで楽器業界ってどう今後発展していくんだろうかっていうこともいろいろ考えていったりとか、深いそういった授業もあります。すごい深いですね。音大でもやってほしいな。学びたい。音大でもやってほしい。学びたいですね。僕らも学びたいことがありますね。そうね。ウクレレを作ってます。弦楽器の内部構造を知るっていうことで、まずウクレレを制作して、実際作ったもので演奏会も行ったりして。いいですね。楽しそうですね。学生さんも。とても楽しそう。かっこいい建物ですね。うん。ちょっと間違えて入っちゃう人いそうじゃない。ええ。ここは科学ペアカの校舎です。はい。ここが2年生の学校で、上の3階が1年生。これ研究科というのがあるんですけど、そこの学生たちのものですね。ちょうどこの管楽器リペア科の2年間の学びの後の進学先の一つで研究科っていうのがあるんですけど、1年間のコースで、まあ、ダブルリード楽器を中心に、まあ、リペアを学ぶというところです。ちょっと見てみましょうか。結構生徒さん多いんですね。そうですね、今50名弱。おお、はい、すごい、はい、そうですね。へえ今2年生は卒業前研修って形なので、もうそれぞれ内容が書けて、ありがとうございます。あとこちらが研究科の少人数でやってまして、今年度は3名で、次年度が6名になる予定です。こちらは、まあ、それぞれの作業台があって、ダブルリード楽器を中心に、あと2年間学んできたリペアの技術の精度を上げるっていう研究家っていうことですので、それぞれテーマを決めて研究をしていく。ある学生は、まあ、楽器の格差の違いを研究したり、新しい楽器よりも古い楽器の方が値段が高い場合があったりとかしているので、それの、まあ、理由だったりとか、どうしてそうなっていくのかだったり、過去には楽器のパーツを自分で設計図を起こして加工して、そういう研究もやったりとか、割とそういう部分では自由度の高いこともできるコースではあります。実際の加工するような機械があるところもありますので、まあ、部屋でもありますけど、卒業控えた2年生の学生たちが卒業前研修で課題の中でこういうものを使ったりとかする場合もあります。今はサックスの反復交換の実習してます。反復交換あそこにかかってるラッパっていうんですか、あれすごいですね。そうですね、あれは金管楽器の技術を学ぶ教材になるんですけど、へこんだりするので、そのへこみを直す、そういった時に使っていったりしますね。皆さんがこうやって技術を学んで磨いてるところがあるんですね、こういう施設が。皆さんめちゃくちゃ真剣にやってる。めっちゃでかく出すんじゃないよ、うん、いや本当に本当に喋ってないよ。実技テストがあるんで。ああそう。いやすごいな。ちゃんとしたしてたより。何回も言うけど、俺の言ったことは全く違う。はい、それではですね、今日はちょっと中部楽器技術専門学校さんのキャンパスをいろいろと見させていただきました。長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。すごく初めて見るものばかり、想像を超えた光景が広がっていました。想像していた以上に何百倍の素晴らしい施設というか、驚きました。私は音大を出てプレイヤーの技術を磨くっていうこ
ことをやってきたんですけど、プレイヤーを支えるこう楽器に携わる方々がどういう風にして学んで今実際の現場で働いてるかっていうのをなんかこう育ってる環境を見れてすごく興奮しました。僕が卒業したのは学校という名の運動訓練所みたいなところだったので、やっぱりこういった綺麗で施設の整ったところで学べるというのはすごくいいことだと思いますので、まあ、調律の学校っていうのがどんどん今閉まっているので、ね、ぜひ長く続けていただいて、はい、というの人たちを輩出していただければと思います。頑張ります、はい。ピアノ調律師もそうですけど、管楽器のリペアマンであったりとか、弦楽器の技術者、または舞台の制作者、そういった希望がある方は、3月の22の水曜日と、あと3月の23の木曜日にオープンキャンパスありますので、今ホームページにそういったものも告知してありますので、はい、またご覧いただいて、ご興味あればぜひ足を運んでいただければなと思ってます。今日は、丸山さんと笹田さんに、はい、ご紹介いただきました。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今回は中部楽器技術専門学校さんにお邪魔しましたという動画をお送りしました。ご視聴ありがとうございました。